今回ご紹介するのはスマホスタンドで有名なデザートウエストの折りたたみ式スマホスタンドです。本体はステンレス鋼仕様のためかなり高級感があります。デザートウエストのこの商品は通常の磁石と比べて50倍もの磁力を持つ強力なネオジム磁石を使用しています。そのためスマホをしっかりと保持し、緊急ブレーキやデコボコ道などでもスマホが落下することを防いでくれます。それでは商品付属品ですが、車載ホルダーと 3M 粘着テープ、メタルリングの厚いものと薄いものそれぞれ1枚、アルコールシート、低地補助テープ、位置合わせカードが付属されていました。私はスマホカバーを使うのでカバーの厚みを測ってみます。カバーの厚みは 1.2 ミリと意外と分厚いです。次にメタルリングの厚いものと薄いものそれぞれ計測してみます。厚い方はテープと合わせると厚みは約 1.2 ミリでした。当然厚みのあるシートの方が磁力をより拾うので強力になります。次にメタルリングの薄いものを計測してみます。薄い方はテープと合わせても約 0.6 ミリでした。私はカバーの中にリングを入れたいので厚い方のリングを使います。心配していたケースの中にリングを入れた仕様ですが、磁力の強力さからくる十分な安定感に安心しました。土台の回転機能によりスマートフォンを様々な角度で固定できるため非常に便利です。これだけの自由な固定位置を選択できるのに、ここまでスマートなスマホホルダーというのはデザイン的に見ても他にはない高級感と性能で、とても優秀な商品だと思います。ハスラーの室内デザインを損なわないスマホホルダーです。ぜひ一度お試しいただき、その魅力をご自身で確かめてみてください。
今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。デザートウエストのスマホホルダーが良かったよという方はぜひいいねをお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。